タンピコは、メキシコ合衆国、タマウリパス州の基礎自治体である。メキシコ湾に面するメキシコの主要な港湾都市の一つであり、メキシコ北東部の商業活動の中心である。面積は 92.73km である。人口は2005年の人口調査によると303,924人であり、タマウリパス州では4番目の人口である。 周辺都市を含めたタンピコ都市圏の人口は80万3196人である。タンピコ周辺には豊富な石油資源が存在する。タンピコ港はメキシコ最大の石油の輸出港であり、銀、銅、木材、ウール、麻、その他農産物の主要な輸出港である。なお、海上コンテナの取扱量は近くのアルタミラ港の方が多い。 タンピコの名前の由来は、ワステカ語で、カワウソの場所を意味するタムピコであるとされている。かつて、タンピコ周辺の川と型には大量のカワウソが生息していた。カニが名産であり、カニの実とチリパウダーを入れたタルタルソースであるタンピコソースの語源である。この地域には定住者が早い時期から存在し、1000年から1250年頃には、 いくつかのワステカの居住地が繁栄していた。1532年、フランシスコ海のアンドレスデオルモス神父が、キリスト教の布教施設を設立した。その後、1554年に、スペイン植民地のサンルイスデタンピコが建設された。海賊の襲撃により、住民は、パヌコ川の南側への移住を余儀なくされたこともあった。特に、ラウレンスデグラーフからは、 破壊的な略奪を受けた。1823年、現在のタンピコ市が設立された。メキシコ革命最中の1829年8月、キューバよりやってきたスペイン軍がタンピコに侵攻した。同年9月、提督アントニオロペスデサンタ・アナシキカの軍が、スペイン軍を降伏させ、メキシコの再支配下となった。その後、タンピコは、 メキシコ大統領のポルフィリオ・ディアスの死生下で発展を遂げた。アルマス広場リベルター広場ニューオーリンズ様式の建築物、タンピコの繁華街には様々な様式の建築物が混在している。例えば、リベルター広場周辺に多数存在するニューオーリンズの建築様式に影響を受けたバルコニーを持つ建築物アルマス広場にある新古典主義建築の市役所。 港にあるイギリス製の赤レンガで作られた税関などが挙げられる。ニューオーリンズ様式の建築物の普及は近年のことであり、初期のニューオーリンズ様式の建築物は前もって作られた建築部材を輸入して組み立てる方式で建てられている。近年、アルマス広場やリベルター広場周辺のような歴史的な繁華街にある建築物が修理、改善され、 より多くの観光客を引きつけるようになっている。アルマス広場にある無限在の親鳥協会として知られるタンピコ大聖堂はコリントス様式の円柱と大きな三つのドアによる入り口を持つ新古典主義建築の建築物である。19世紀後半に建設され幾度となく改修を繰り返し現在のような外観と内装になった。二つの塔を持ち、 東側の塔は、時計塔となっている。内部には壁画などの芸術作品があり、白いカラーラ大理石製の祭壇が設置されている。タンピコは、メキシコの商用航空の発祥の地である。1824年、タンピコのゼネラルフランシスコ・ハビエル・ミーナ国際空港から、メキシコシティのメキシコシティ国際空港に向けて、メキシカーナ航空の飛行機が、 メキシコ発の商用飛行を行った。ゼネラルフランシスコ・ハビエル・ミーナ国際空港は、メキシコで最初に ILS を導入した空港である。ありがとうございます。